こんばんは。エンタメハンドメイド集団弁天クルーのタイガです。本日はですね、僕たちがやってる YouTube ラジオでいただいたお悩みの中でですね、プリンの美味しいレシピを教えてくださいというのをいただきましたので、30歳にして初のスイーツ作り頑張ってみたいと思います。本当にコメントありがとうございました。最後までぜひ見ていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ではまず材料のご紹介からですね。基本的にお砂糖と卵と牛乳のみとなっております。で、今回はですね、バニラアイスをちょっと入れていこうかなと思っております。これ理由がありまして、バニラエッセンスをやっぱり入れるみたいなんですけど、数滴しか使わないのにちょっと効果なんで、アイスを代用したいと思います。まずボウルにもすべて、材料を入れてですね、しっかりと混ぜ込んでいく作業になります。で、さっきも言ったんですけど、バニラエッセンス本当に1本スーパー見たんですけど300円ぐらいして、しかもちょっとしか今回使わないんで、だったらバニラアイスで代用できるんじゃないかなと思って、試してみました。アイスは常温で溶かしておくか、電子レンジで30秒ぐらいチンしてもらうと溶けますので、それを使っていただければと思います。アイスに関しては、カップのアイスですね、だいたい半分ぐらい入れてもらえればいいと思います。全部入れる場合はちょっと牛乳の量を減らしたりとかしていただければと思います。材料的にアイスって本当牛乳と卵となんで、もうプリンとあんま何ら変わらないんですよね。だからこれいけるかなと思ってちょっと初挑戦で試していってます。で、これ砂糖をしっかり溶かすのと卵をしっかり混ぜ合わせるような感じと、プラスアルファですね、空気を入れないように、これ中に空気が入っちゃうと、加熱した時に巣ができますので、そこだけ注意するような感じでしっかり混ぜ合わせてください。はい、それではカラメルを作っていきます。これカラメルもね、僕は作るのが初めてだったんですよ。これもお砂糖と水ですね。弱火でじっくり、火を入れていきます。この時はこんなんでいいのかなと思って混ぜてますね。いかんせん初めてなんで、ちょっといい色になるのかなと。あ、いい色なりましたね。初めてでも意外とできちゃうもんですね。はい、じゃあ火を止めて、適当なカップに中に注いでください。今回僕はマグカップを使用しております。ちょっと後で思えばもう少し煮詰めてもよかったのかなと思うんですが、お好みで。あまりにも煮詰めすぎちゃうとちょっと香ばしいを通り越して焦げの匂いになっちゃうと思うんで、これはセンスですね。はい、じゃあ次にですね、茶こしで、卵液を注いでいきます。これでこうこしていくわけですね。こす作業が結構大変でしたね。茶こしがやっぱりどうしてもちっちゃいので、棒ザルとかでもいいんですかね。ちょっととなると目が荒いんでどうなんでしょう。今回は茶こしでやってます。初めてこういうスイーツを作ってみたんですけど面白いですね。男の子はなんかプラモデルとか結構好きな人がいると思うんですけど、それに近いというか、料理って面白いなーって改めて感じました。これ全然こせてないんで、スプーンでこうちょっと混ぜ込んでいきます。
混ぜ混ぜしていくと、まあ、最終的にこう不純物というか白身のちょっと固まったなんていうんですかあれ唐沢とかっていうんですかねが浮いてくるんで、それはもうその都度流しで捨てていただければ、また新たに卵液を入れてこしていくような工程となってます。さあ準備完了ですね。あとはこちらを加熱していきます。少し深めの僕はフライパンを使いました。水を沸騰させていきます。で、加熱するときは沸騰すると弱火で加熱していきます。だいたいお好みのカップの半分から3分の2はお湯に浸かる程度に、お湯を張っていただければと思います。で蓋をします。まあ、このときラップとかアルミホイルとか濡れ布巾とかかけた方がいいかなと思うんですけど、まあ、今回はそのままでやりました。加熱時間は弱火で10分です。さあ10分経過しました。火を止めます。でもう蓋をしたままこの余熱を使ってさらに10分です。そのまま放置ですね。はい、トータルで20分経ちました。蓋を開けまして、粗熱が取れるまでですね置いておきましょう。少しやっぱり酢が入ってしまってますね。ちょっと残念かな。はい、で冷蔵庫で約6時間ですね冷ましたものです。完成しました。もう匂いがねプリンの匂いがしてます。懐かしい匂いですね。やっぱりコンビニとかで売ってるものより卵の主張が強いかなと思います。あとやっぱりバニラアイスの香りがやっぱりいいですね。半分しか入れてないんですけど、いいバニラの香りしてます。さあひっくり返してみましょう。あー失敗ですね。ちょっと固めで周りにやっぱりこびりついちゃってるんで綺麗には器に移せなかったです。もうこれはこのままスプーンですくって食べていただく形になるかなと思います。ちょっとこれ次回また改良の余地ありですね。ちょっと試食してみましょう。味はね、ほんと抜群なんですよ。なんて言ったらいいんでしょうね。まあ、ラジオでも僕お話ししたんですけど、喫茶店に出てくるような固めのプリンが好きって言ったんですけど、これ思惑、すっごい滑らかなプリンが出来上がりました。中心部は酢とかも入ってなく、プルプルのトロットロプリンが出来上がりました。バニラの香りがすっごいすごいいい感じでしたね。バニラアイス入れて正解だったと思います。これ別皿のやつですね。結構成功に近いのかな。本当ねお味は本当に完璧ですね。これまた自分で家でもやってみようと思っております。皆さんも試してみてください。はい、ではそれでは、今回のおさらい参りましょう。ざっくりとご説明いたします。材料も簡単です。卵と牛乳、砂糖と、僕はバニラアイスクリームをカップ半分使いました。まあ、バニラエッセンスでもいいと思いますし、もっと固めにすると卵を2個プラス黄身だけを1個とか使ってみると固めにできるらしいです。次回試してみようかな。はい、では作り方です。ボウルにすべての材料とですねアイスクリーム入れてしっかりと混ぜ合わせます。で
カラメルはもう記載の通りです。僕も初めて作ってみて結構緊張したんですけど、意外とうまくいくもんですね。ずっと混ぜ合わせていくことがポイントかなと思います。あと火の通り過ぎも注意ですし、こう通ってなさすぎも注意だと思いますんで、まあ、いい色だなと思ったところで止めていただければと思います。はい、で、マグカップなんかの容器にですね、最初にカラメルを入れて茶こしでこしながら卵液を入れていきます。でその後ですね、沸騰したお湯の中に弱火で10分、でさらにそのまま火を止めて10分放置して冷蔵庫で6時間ぐらいですね、冷やして出来上がりとなります。意外と簡単にできるもんですね。コンビニで買うプリンより本当何十倍も美味しいので、ぜひ簡単にできますので試してみてください。以上でプリンのプロデュース完了です。チャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いいたします。はい、今回はプリンのプロデュースをしてみました。コメントをいただいた方どうもありがとうございます。簡単にできますので、ぜひ試してください。お皿に移すとき本当注意なんですけど、コップのまんま食べるのも味かなと思います。ラジオも聞いてください。